どうも、一応です。はい、久しぶりのレコードキーパーの動画になります。9.5 周年アニバーサリーフェスですね。はい、第1弾来ております。今回はこちら行きたいと思います。はい、もう推しキャラのロックですよ。はい、ロックのね、クリスタルが欲しいがゆえにミスリルね、貯めてきましたよ。前回のフェスから1個も使ってないです。はい、ちょっと思ったよりも伸びなかったなっていう印象ですね。500個突破するかな、どうかなと思ってたんだけど、はい、まあまあ、それでもね、447ありますんで引いていこうかなと思います。450までちょっと頑張って、ね、貯めて、そっから引こうかなと思ったんだけど、なかなかね、450到達できなくて、もう我慢しきれないということで、はい、もうさっさと引いてしまおうかなと思います。まあ、やっぱり狙いはロックです。ロックだったらもう、はい、全部欲しいですね。うん、まあパパリモとかバルフレアとか、まあバルフレアもチェーン役なんであればいいですけど、まあ、はい、やっぱりロックですね。クリスタルね、欲しいですね。クリスタル、アクセルね、この辺2つ欲しいね。とにかく探検だったらまあ OK というところでしょうか。ちょっとこう青みがかった感じのね、探検とそうじゃない探検とね、あります。あとは戦技レジェンドマテリア、うん、これも欲しいですね。ついでにと言っちゃなんですけど、うん、はい、まあいいんじゃないですかね。欲しいですね。3つ引ければいいなっていう感じです。まあバルフレアもついでに引ければいいなという感じで、ヴィンセントに関しては、まあシンクロ覚醒持ってますけど、あと持ってないっていう状況なので、まあ無理して引きたいなとは思いませんね。パパリモもシンクロ覚醒だったかな。だからまあクリスタルあればなおよしなんですが、まあシンクロ強いからね、パパリモは。まあだからいいっちゃいいんですけど、でもやっぱりもう、はい、ロックです。これ欲しいですね。とにかく探検くれということで行きたいと思います。はい、447個、できれば早い段階で引きたい。3段のクラウドとかね、ちょっと気になってます。はい、確かクラウド入ってくるよね、確か。はい、ちょっと違ってたら申し訳ないんですけど、よし、じゃあ行きましょう。ちょっと緊張するね。3ヶ月みっちりミスリル貯めてきましたけども、この日のためにね、貯めてきましたので、そしてお祭りなのでね、楽しいガチャの時間になればいいなと願いながら、まずは50個いきたいと思います。いきます。はい、さあどうでしょうか。ちょっと重いっすね。ハンドアップでやってるんだけど、ちょっと動きが鈍いかなっていう。うわー、なんかすごいですね。いいぞいいぞ。でもこれこんだけ出ればね、幸先不安ではね、もうあと1個ずつしか出ないんじゃないかなとかね。まあいいや、スキップいきます。はい、とりあえず1個でもいいからロック来てほしいな。4つのうち1個でもいいから、まずロック1個掴んでおいてほしいよね。いやー、うまくいかんねえこの辺ね。あと1個。よし、来た来た来た、いきなり来た、いきなり来た。クリスタル。よし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 。幸先いいんじゃなかろうか。もうこれで撤退してもいいぐらいでは思ってるんだけど。クリスタル来たからね。いや、でもアクセルも欲しいな。パパリもレジェンドマテリア。なるほど。3回使用するたびにもう1回放つ。プラスバトル開始で ATB ゲージの。あー、なるほどね。うん、まあ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 強いんじゃないですかね。で、これがパパリモのクリスタル。うん、シンクロ覚醒クリスタルってなっちゃったから、こうなると D 角か究極も欲しくなってくるんですが、確かこれ入ってない。究極は入ってないよね。アクセルとクリスタルだから、アクセルっていまいちちょっと使い方がよくわからないっていう
感じなんすよね。これ自体は大して、ただ煙突一上げってなんだろう、アビリティブースト入るとか、なんかアビリティブースト台が入るとか、なんかそういうことなんかな。だからなんか補助的な必殺っていうことなんかね、これね。ちょっとよく付け方分かってないですけど、とりあえずはロックの、はい、一発目でもう引けましたんで、これでちょっと気持ちが楽になった。はい、ってなるともう一つの探検、これね、はい、欲しいっすね。行きましょう。もう欲張っちゃおう、ここは。行きます。これでアクセル引けたら撤退でもいいかなと思いますね。レジェンドマテリアもちょっと欲しいんだけど、ちょっと贅沢は言ってられないというか。これはバルフレアかな。あ、バルフレアの戦技、まあいいと思います、いいと思うんですが、ミスリル50個でこれはちょっと辛いという。さあ、ちょっとこっから被ってきそうな感じはするんですが、一個、やっぱもうこっから一個続きになっちゃうよね。一発目ドガッと出たからさ。いやー、止まらんな、止まらんねえ。これは、これは、これロック、ロックか。あ、ロックのマテリアだ。OK。はい。じゃあ、あとアクセルだね。いやー、今後のことも考えてミスリルちょっと残しておきたいんで、ある程度のところまでは深追いはしないでいきたいですけど、1個、まあいいんです。この1個がもうロックだったら OK。 とりあえずは止まった。アクセル来い、探検来い、よっしゃ。またこれか。いやー、見事にバルフレアとヴィンセントがね、全く来ない来ないよね。なんかやっぱ偏りますよね、このキャラには寄ってくるみたいなさ。なんかちょっとな。ロック来い、よし、3つ、この3つのうちどれか1つ、ロック、アクセル入っててくれ、頼む。2つか。あー、かぶりますね。いいよいいよ、かぶってもいい、かぶってもいいから、ロックのアクセルくれ、頼む。よーし、きたー。オッケーオッケーオッケー、これでロックコンプリートじゃねえか。あー、ついでにバルフレア、よしよし。これどっちだろう、クリスタルだったらありがたいけど。あー、オッケー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 、いいんじゃないすか、いいんじゃないすか、これで。はい。もう、もう十分でしょ。ね。1、2、3、4、5、6、7か。うん。まあ、7つ。ラインナップ12だっけ、12のうち12分の7取ればまあ十分でしょう。はい、ということでミスリル197、もうちょっと増えるかなとは思うんですけど、どうかな、300ぐらいまで増えるかな、ちょっとその辺わかんないですけどね。はい、まあ、今後の展開としてはですね、ちょっとあの2段行こう、どこ引こうかちょっとちょっと迷ってるんですけども、はい、まあとりあえずは今回ここまでにしておきますが、ごめんなさい、ちょっともう一回言っていい、もう一回ちょっとガチャラン行って、スケジュール見たいんだけど、やっぱクラウド入ってるよね、闇か、闇のやつだけどちょっと欲しいっすね。ここレムも入ってるから、レム聖魔法で使ってるんでちょっと欲しい。まあエッジもね、まあまあいろんな属性いけるから欲しいし、ってなるとやっぱ3段引きたいのよ。だからちょっとね、残して
置けたっていうのはまあ良かった、うん、200個近くか。これがだから300個ぐらいまで持っていければいいなとは思ってるんだけど、ちょっとどうなんですかね、今後のイベントの感じから言って、うん、まあ、ちょっとわかりませんけども。あとはですね、スタンプ、スタンプ共通スタンプの方か、まあ、これでですね、この10個目の選べるシンクロっていうところを目標にとりあえず引いていこうかなとは思うんですが、一番狙ってるのはですね、13個、スタンプ13個の選べる覚醒奥義ってやつ、ここまで持っていきたいんですよね。ここまで持っていってクイナの覚醒2を取りたいんですよ。はい、持ってないので、クイナ のシンクロは持ってるんだけど、覚醒に、はい、持ってないので、ちょっと取りに行きたいっすね。うん、まあ、今はミンフィリアとかなんかトレンドになってるみたいなんだけど、ちょっと使いこなせるかどうか不安なんで、僕はちょっと、はい、クイナ覚醒2取りに行きたいなと思ってます。ただ、そこまでミスリル溜まるかどうかっていうとこなんですよね。今で55連1,2,3,4,5、うーん、あと5,5,6,7,8、いやー厳しいなー、ちょっと厳しいなー、うーん、まあまあそれでもいけるところまでね、ちょっと行きたいなとは思ってます。はい、まあお祭りを楽しむというね意味でもね、はい、そんな感じですかね。あっあとはですね、はい、クリスタルダンジョン、クリスタルダンジョンの番章、はい、なんか新しいの来ましたね、ここ。まだ行ってないんで、はい、まあ、せっかくね、ロックの、装備ね、引けたので、炎弱点か。だよね、氷属性だから炎弱点から始まるから、なんとかこれ使ってね、アーク倒したいなと思います。ちょっと頑張ってみたいと思います。はい、まあそんな感じで、あとは進捗状況等はフェスの終わりのあたりでなんかね、お見せできることができればいいかなというふうに思ってます。そんな感じでとりあえず3段はい行きたいと思いますので、その際はね、また見に来ていただければなと思います。はい、ということで、じゃあ今回はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。